が頭部に集中してしまって行き場をなくしたことに痛みが生じ、それが頭痛として起こります。なるほど。なので手足末端にお灸をすることで頭部に集まった気血が手と足の方に誘導されて痛みを改善していきます。なるほど。お灸は毎日することで頭痛の予防にもなりますし、お灸自身がリラックス効果があるのでストレスの改善になりますので、ぜひやってみてください。肌のお悩み解決、哲学同心灸院の野口です。院長の井上です。野口先生、今日のテーマ、今日はお灸で女性に多い偏頭痛のツボをご紹介していきたいと思います。偏頭痛っていうと脳の視床下部が何らかの原因によって刺激されて三叉神経が炎症を起こして血管が拡張して、で血液が脳に集まりすぎることによってなんかドクンドクンと拍動性の痛みを伴うのが偏頭痛なんですけども、東洋学的に言うとこれはどういう風になるんですか？東洋学的に言いますと、気血が頭部に集中してしまって行き場をなくしたことに痛みが生じ、それが頭痛として起こります。なるほど。なので手足末端にお灸をすることで頭部に集まった気血が手と足の方に誘導されて痛みを改善していきます。なるほど。同じ頭痛でも筋緊張性の頭痛とかだと頭とかあと首なんかにねお灸をすることもあると思うんですけども、偏、はい、頭痛も頭とかにお灸して大丈夫なんですか？偏頭痛は気血の方が頭部の方に集中しているので、逆に頭部の方にお灸をしてしまうとさらに悪化してしまうことがあるので、手足末端の方にお灸をしていきたいと思います。お灸は毎日することで頭痛の予防にもなりますし、お灸自身がリラックス効果があるのでストレスの改善になりますので、ぜひやってみてください。では手と足のツボをご紹介していきたいと思います。まず手から報告ですね。人差し指と親指のずっとたどって、骨をずっとたどっていったところのちょっと人差し指が少し上がったところにへこみがあります。ここが五穀になります。ここにお灸をしていきたいと思います。お灸はこちらの千年灸を使わせていただいて、下にシールがついているタイプですね。シールを剥がして指先につけて、火をつけて、こちら五穀につけていきたいと思います。このようにお灸を貼っていただいて温かさを感じるまでお灸をしていただきたいと思います。で、1回目では温かさを感じなかった場合は何回も同じようにお灸をしていただきます。まず温かさを感じるお灸をしていただきたいと思います。で、今回は1回目でお灸の温かさを感じたとします。また同じようにシールを剥がして指につけて、で、五穀に貼って、これを3回から5回行っていただきます。これはもちろん両方の手に行っていただきます。次は足のツボです。足輪灸を紹介していきたいと思います。足輪灸は小指と薬指をずっとたどって骨をたどっていくときの末端のところにへこみがあります。ここが足輪灸というツボになります。ここのツボは眼精疲労やめまい、冷え性にもとてもいいツボです。で、同じように火をつけて、心も同じように温かさを感じていただきます。手より足の方が感じにくいので、温かさを1層目や2層目で感じないことがございます。その場合は温かさを感じるお灸を何回かしていただきます。今回は温かさを1回目で感じたとします。で、外していただいて、この後も五穀と同じようにお灸をしていただいて、で、こっちも3回から5回同じようにお灸をしていただきます。もちろん左右同じように足輪灸のツボを取ってください。次ですね、ここは親指と人差し指をずっと骨たどっていって、ちょっと、指先側にいたところにへこみがあります。ここは大小というツボです。ここも同じようにお灸をしていきたいと思います。ここはストレスの緩和、めまい、高血圧にもいいとされるツボです。同じようにお灸をしていただきたいと思います。ここは足なので、1回ではなかなか感じにくいと思うので、何回か同じようにやっていただいて温かさを感じるお灸をまずしていただきます。で、今回も1回目で温かさを感じたとします。で、剥がしていただいて、同じようにまたお灸をしていきます。で、親指と人差し指ずっと持ってちょっと上が対象です。こちらも左右同じようにやっていただきます。ここは3回から5回同じようにお灸をしていただいて温かを感じていただく形になります。本日は偏頭痛のツボを3つご紹介してきました。合谷、足輪灸、大小です。とても家で簡単にできるツボなので試してみてください。これからもいろんな情報を発信していきます。いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。今日はお灸で女性に多い偏頭痛を、ごめんなさい、間違えた。どっから、はい。